定住自立権協定について伺っていきます。四万十市、宿毛市を中心市とし、その周辺市町村と交わした定住自立権協定に、関武系4年制大学の誘致案が盛り込まれ、令和2年9月の宿毛市議会で可決しました。しかしながら、先日の11月29日、四万十市は正式に看護大学誘致を断念すると発表しました。そこで質問します。看護系4年制大学誘致の協定案について、いつ頃からどのように提起され、どのような期間で取りまとめ、議案提出に至ったのかをお聞かせください。よろしくお願いします。企画課長、千葉今城議員のご質問にお答えいたします。看護系4年制大学誘致の取り組みを含む定住自立権の形成に関する協定書の議案提出に至った経緯でございますが、令和2年7月21日に開催された畑地域定住自立権共生ビジョン担当課長会におきまして、四万十市より看護系4年制大学誘致に関する項目が追加されました第3次ビジョンの改定案および定住自立権の形成に関する協定書の改正案が示され、同年7月31日に開催された有識者や関係者で構成される畑地域定住自立権共生ビジョン懇談会において第3次ビジョンの改定案が議題として取り上げられました。その後、同年10月に第3次ビジョンを策定することを踏まえまして、令和2年9月議会に定住自立権の形成に関する協定書の一部を変更することについての議案を提出させていただきました。以上でございます。1番今城隆君。令和2年7月から始まったと、3次ビジョンが案として7月31日、1日有識者懇談会の中で話し合われて決定していったということになりますね。はい、それでは次の質問です。学生確保の見通しが立たず誘致断念となったことに対し、市長の見解を伺いたいと思います。合わせて地域医療機関や教育機関、住民に対し十分な合意もなく、どうして強引に進めてしまったのか、合わせてよろしければ見解をお聞きします。市長、おはようございます。お答えをさせていただきます。看護系4年制大学誘致の取り組みにつきましては、畑県域に、4年制大学を誘致することで、高度な知識や技術を習得できる教育機関の確保や、進学先の、その選択肢ですね、そちらの増加、そして、看護人材の育成確保とともにですね、若者の転出抑制や、流入人口、よそから来る人ですね、こちらの拡大を図り、合わせまして三眼各連携による、生涯における看護教育環境の整備が、図られるなど、畑県域等にとりまして、複合的な、効果が期待されていたためにですね、今回の看護大学の、誘致断念は、残念な結果であるというふうに私は思っているところでございます。なおこれまでの、誘致の進め方についてでございますが、第3次畑地域定住自立権共生ビジョンでは、関係市町村の役割分担といたしまして、四万十市は看護系4年制大学の誘致に中心となって取り組み、他の関係市町村は四万十市や関係機関等と連携をし誘致に取り組むとなっておりまして、四万十市が主体となって行ってきたこの方法について私の方から答弁する立場にないと、そのように考えているところでございます。1番今城隆君。四万十市が、中心になって、取り組んでくることに対して、支援体制ということであって、あまり関与というか
する立場になかったという感じだったと思います。ですね、まあ自分も実はある一定時期から統合の問題が進み始めているから、地元の保護者と、まあ、相談を受けまして、意見交換をしてきた経緯があります。そこで、まあ、こんなことなんです。強引にというのは私が持っている情報から言えば、まあ、統合もできていない下田中学校の校舎をなぜ大学に明け渡すのか、それからそういうことで地元の不信感が大変強かったということは、まあ、報道でもご存知かと思います。簡単に経緯を確認したいと思います。まずですね、当初下田地区の保護者の8割が中学校統合に反対であり、令和元年には教育庁は合意が得られるまで統合しないと言っていました。しかるに、住民側から、情報開示請求で大学誘致に関わる協議記録が出てきました。そこで2月6日に、令和2年の2月6日の協議録では、四万十市長は大学に下田中学校舎の利用を進言していました。そしてまた大学は学生確保は留学生がいないと10年持たないと述べています。共倒れになっては困るので、県の畑看護専門学校の吸収合併ができればという記述もされています。そのような中で、同じく令和2年の3月に、地元の説明がない時点で四万十市議会で下田に看護大学を誘致を発表しました。下田中学校の跡地に、誘致をすると発表で、10月には、結局市議会決議などを受けて、協定締結となるわけですね。まあそういうことで、統合という話が地元に紛れ上がってきます。昨年5月、私もこう多く相談を受け始まったのがこの統合に関わってです。下田中学校1年生一同が市長に統合反対表明書を提出しています。同7月には区長会、地区の下田地区の区長会自主防災会が相談なく大学に変えることは許されないと申し入れもしました。同じく同9月、下田中学校の存続を求める請願が出されました。まあそういった経緯を経ながら、今年の4月から新1年生は中村中学校となり、下田にどうしても残りたいという生徒たち10名は卒業までは下田小学校で学ぶということで今進んでいます。保護者住民は今もなお下田中学校の存続を求め続けているという現実があります。あとですね、こんなのも、開示記録で出ています。協議記録ですね、昨年の5月3日の協議記録にありました。大学側からの、要求があります。誘致に後ろ向きな医療機関に対し政治的な働きかけをしてほしいと、こういう文書が出てきました。まあ、これを見た住民はやっぱりその怒りが止まらなかったということがあったわけです。実は私はこの市議会で協定が出た時に、あまり気がつかなかったんですが、この1年ほど前にある県議より畑地域振興に中国、アジアなどの留学生や、インバウンドを呼ぶ構想、これを聞かされたことがありました。今となってはこの看護大学誘致につながる話だと思っています。私も提案がされた時に留学生を呼ぶ話かということを聞いたことがあります。それはやっぱり執行部も分かってなかったということだったと思います。下田の子どもたちはやっぱり理不尽さに苦しんでいます。それから区長も下田区長も住民を親にするな、
こう言っていましたが、協定を提案した市にも、宿毛市にも、可決した市議会にも、そして同意した私自身にも、今となっては大きな責任があると感じています。質問します。本市は看護大学誘致を進める中心市として反省すべき点はなかったんでしょうか。よろしければお答えください。承久にいたします。正解に戻します。市長、お答えをさせていただきます。先ほどの答弁と重なるようにはなりますが、自分といたしましては、四万十市が中心となってやるということで、このビジョンについてですね、議会の議決もいただいて、乗っけていったということでございます。そういった形の中で、今城市議の方はそれぞれ四万十市の方からですね、ご相談を受けたというお話も今聞かさせていただきましたが、そのどこに、どう言いますか、問題と言いますか、何か、あったのか、そういうことに関してはですね、四万十市の市民から選ばれた、市民によって選ばれた四万十市議会議員とですね、市長によって、お話が今進められているのではないかなというふうに、思うところでもございます。そういった形の中で、今回について、自分の方からですね、特に、答弁するものはございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。1番今城隆君。はい、予定した今ね、質問ではなかったですので、結局内容としてはこういうことを問いたかったわけですね。実は、こういうこと、住民の悩みとか訴えとか、どう行政に伝えていったらいいんでしょうかっていうような話とかで相談を受けてきました。いろいろ申し入れをそれによってしたっていうようなことがあったと思います。で、四万十市の市議会議員などの調査の中でも、地元医師会なども当初は大学受け入れに否定的な部分がかなりあったようです。それは何かというと、やはりずっとここでやっていけるっていう確証があるのかということが出てきます。評議録の中にもね。でそこに対して働きかけをしてほしいという大学からの要請があったりするということは、一枚岩ではなかったということが出てくるんです。結局そういうことも含めですね、地元のことも含め、やっぱりそのあたりの前提をしっかりした上でこの話が進んでいたら違った形があったんではないかというふうに思います。それでは次のことに行きたいと思います。本市の今後の方針について伺います。協定では誘致に中心になって取り組むとともに必要な経費を負担するとありますが、宿毛市はこれまでの経費の一部を負担することになるのでしょうか。お答えください。企画課長。企画課長、1番今城議員の質問にお答えいたします。定住地時点の建設に関する協定書は、中心市宣言を行った四万十市及び宿毛市と、その宣言に賛同した土佐清水市、黒潮町、大月町、三原村の役割分担を記載したものであり、その協定書だけを見ると、四万十市及び宿毛市は誘致に中心となって取り組むとともに必要な経費を負担するとなっておりますが、協定の締結内容を踏まえて、作成いたしました、具体的取り組みを示す第3次片地域定住自立圏共生ビジョンにおきまして、関係市町村の役割分担を
四万十市は看護系4年生大学の誘致に中心となって取り組むとともに必要な経費を負担すると明記されており、本市がこれまでの経費の一部を負担することはありません。以上でございます。一番今城隆君。それでは今後協定から看護系4年制大学誘致を削除するのかどうかお聞かせください。企画課長。企画課長、一番今城議員の質問にお答えいたします。現在畑地域定住地立県構想の事務局である四万十市より定住地立県の形成に関する協定書及び第3次畑地域定住地立県共生ビジョンに記載のあります看護系4年制大学の誘致を削除する方向で調整したいと考えているため、説明の時間を設けたい旨の打診が来ているところでございます。以上でございます。一番今城隆君。了解しました。削除ということですね。それでは、この項の最後の問いになりますが、下田地区の話をしました。今建設途中で止まっている校舎のこともあります。今後の下田の施設の活用は地域住民の声を十分に取り入れ、教育や福祉の再生とそして、協定という意味では畑地域全体の振興にも役立つものになるよう本市としても可能な協力をお願いしたいと思っています。本来は四万十市中心のものでありますが、やはり定住権協定の中で進めてきたこと、これが、近隣市町村にとっても役立つ形、地域住民の喜ぶ形という形で、協力ができたらということでの、質問です。市長の回答を求めます。市長。お答えをさせていただきます。今後その、下田の施設自体を協定に結ばれているわけではございませんが、今後の、下田の施設の活用につきましては、当然のことながら四万十市が主体となって実施するものでは、当然ありますが、本市を含め、畑地域の振興に資すると思われるそういった事業につきましては、今後におきましても本市にできることは当然協力をさせていただきたい、そのように思っているところでございます。一番今城隆君。今中学校は仕切りが取り除かれた状態や冊子がないという状態で止まっていますが、中医学研究所はもう完成していますね。それから、高速インターネット配信ができるようになっています。ひょっとしたら高等教育を受ける場として大学誘致の話は20年ほど前からの地域の取り組みがありました。そういうものを生かして高知大学や、県立大学とかそういうとこ、一つの、例ですけども、そういうとこで地域の方々が、高等教育を受ける場っていうか講義を受けられる場っていうような利用法もあるのかと思います。地域全体で一緒に考えて、みんなで使えるものになればと思うところです。はい、じゃあこの件はこれで終わりにしたいと思います。